します。代表、衆院選の出馬ですけれども、決断されましたでしょうか。いえ、まだです。市区長の届け出はされてるんですが、一歩進んだということですか。じゃあどういう判断したとしても、きちっと対応できるように準備しておくのができないやり方ですから。今週中の決断ということでよろしいでしょうか。まあ、それぐらいにしないと間に合わないでしょうからね。今年として正直やれるものはもうやりきったという感じなんでしょうか。全てやれる範囲をやってると思います。それは積み残しているものはないという。ないです。増税についてはやっぱり自民党の中で賛成反対を割れているところもあるでしょうか。はっきりと支援を通ってね、このまま増税でいくのか、はい、延期するのか、国民の皆さんのその判断を問うて、政府与党の方針を決めるということも、それは解散の意味の中に入ってくると思いますよ。だから信を問うということをね、まあ、僕の出直し市長選挙の時に意味のない選挙だ、意味のない選挙だということで散々批判を受けましたけど、意味のない選挙なんてありません。それは選挙で選ばれた政治家である以上、自分の考え方とか自分の方針が迷えば、それは信を問うというのは当たり前です。民主国家である以上は途中途中で世論が割れつつあるなという場合には要所要所で選挙をやって、そういう反対の声、まあ、言って静かにしてもらうと、まあ、これもしょうがないです。賛否両論巻き起こることをやろうと思えば、まあ、そういう意味での選挙ということで僕は大変意義のある選挙だと思いますよ。だからここでエネルギーの問題とか原発政策の問題とか、特にこの地方再生のあり方、地方再生のやり方、これはもう決定的に維新の会と自民党では違いますから、これはしっかり訴えていきます。